ジャラモギオギンガ・オディンガは、ケニアの政治家、両人、ケニア共和国初代副大統領、独立運動に携わり、独立後は一貫して、野党指導者として、活動を続けた。ライラ・オディンガ元ケニア首相は息子である。ジャラモギオギンガ・オディンガ・オディンガは、ニャンザ州のボンドに生まれ、1940年には、マケレレ大学を卒業。高校教師となったが、 ジョモケニアッタやトムムボヤと共に独立運動に参加し、1960年のケニアアフリカ民族同盟の決闘時には副総裁に就任、1964年の独立時には副大統領となった。しかし、白人入植者の土地分配政策をめぐってケニアッタ大統領と対立し、1966年、脱党してケニア人民同盟を決闘。その後、 弾圧を受け、1969年の一等制志向によって、ケニア人民同盟は、非合法化され、オディンガも逮捕された。1982年、ダニエル・アラップも大統領によって、再び逮捕された。1990年、オディンガは、非合法野党として、民主主義回復フォーラムを結成、反体制運動を続けた。オディンガは、 同じルオ人であるトム・ムボヤと共に、ルオ人の人気を2分する存在であり、1969年のムボヤ暗殺後は、ルオ人の圧倒的支持を受けた。1992年、ケニアに複数政党制が導入されると、野党の長老政治家として、再び政界に復帰したものの、民主回復フォーラムは、路線対立からオディンガ派の民主主義、回復フォーラムケニア党とケネスマティバ派の、 民主主義回復フォーラムアシリトートに分裂し、選挙では与党の勝利を許した。それでもフォードケニア党は野党第一党となった。1994年1月20日に死亡した。キスムのオギンガオディンガ通り、ジャラモギオギンガオディンガを記念して命名された。ありがとうございます。